どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は低年収の男性が結婚しにくい本当の理由トップ3についてのお話です。年収の高い男性はモテると言われていますが、反対に年収の低い男性はモテないんでしょうか。結婚に対して収入が高い低いっていうのはどれぐらい影響するものなのか、正しく知っておきたいものですよね。そしてそもそもその低年収っていうのは年収がいくら以下の場合を指しているんでしょうか。まあ、いくら以下は低年収だっていう明確な線引き自体はないんですが、まあ、目安として言われている年収はあります。年収が低いっていう部分だけで考えれば年収300万円以下を指していることが多いでしょう。住んでいる地域とかね、生活水準によって年収300万円以下でも十分って思う人もいれば、400万円でも低年収だよって思う方もいるかもしれませんが、一般的に低年収と言われているのは年収300万円以下と考えて良さそうです。実際に私の会員さんでも年収300万円以下の方はいたんですが、半年ほどで結婚が決まった方もいます。そう考えると年収が低いから結婚は無理だとは言い切れません。それに女性全員が男性の収入を重視しているわけではないんですよ。もちろん年収が低いより高いに越したことはありませんが、稼いでいる人とじゃなきゃ結婚は絶対無理だっていう女性ばかりではなくて、結婚して子供を授かった時に問題なく生活できる収入があればいいって考える女性が多いのも事実です。本当にってね、疑いたくなる気持ちはよくわかります。ですが女性全員がお金にがめつく男性を ATM のように見ているかって言えばそんなこともないんですよ。男性であるあなただって結婚する女性のことを子供を産む機会とか家事をしてくれる家政婦さんってね思っている方もいればですよ、そんなこと1ミリも思ってないよっていう方など様々ですよね。家事は2人でするものだし、子供が生まれたら一緒に子育てするのが当たり前だと感じている男性も多いと思います。女性もそれと同じでお金を稼ぐことに関して男性に全て委ねようってしている人はごく少数だということで、低年収であってもやりがいを感じながら真面目に仕事をしていればあなたの内面を好きになってくれる女性は必ずいます。生活が不安定にならない程度の収入があれば結婚も視野に入れることができる女性もいますので、年収が低いから結婚できないって考えるのは大きな勘違いと言えるでしょう。ただ婚活方法によって収入への考えは異なるため、低年収でも関係なく女性と会えることもあれば、年収が原因で多くの女性から断られて会う人数が限られることもあります。今回の動画では結婚相談所において低年収の男性が結婚しにくい本当の理由を3つご紹介していきたいと思います。女性の本音の部分を知ることができれば年収を上げることなく今の状態のまま出会いの数を増やすことも可能です。また合わせて年収を上げる方法も最後にお伝えしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。低年収男性が結婚しにくい理由第3位、卑屈になっている。どうせ女はお金でしか男を見ていないんだって卑屈になって、その雰囲気が女性から見た時にものすごく貧相に見えてしまうんですよね。せっかく低年収の男性でも気にしないよっていう女性とお見合いができたのに、そのお見合いの席で卑屈さ全開にしてしまうとせっかくのご縁もなくなってしまいます。例えば僕は収入が少ないから結婚相手の女性にはどうしても働いてもらわなくちゃいけないないんだよねとか、僕は給料安い割に毎日残業あるから結婚しても家事を手伝うことができないんだよね、普通こんな男と結婚したいって思ってくれる女性なんていないよねって言われて対応に困るようなことを本当のことだからってそのまま女性に伝えてしまうんです。こんな劣等感丸出しの向上心のない男性に魅力を感じる女性はいないため、こういった発言が原因で女性はお見合い後お断りをします。この理由を聞いた男性は、僕の年収気にしないって言ってたのにやっぱあの女も低年収とは結婚できないと思ったんだってさらに卑屈になって女性を攻撃するような発言をしてしまいます。もし本当にあなたの低年収が嫌ならプロフィールを見た瞬間女性はお断りしますよ。それでも会って話してみたいって思ってくれた女性に対してこういったひねくれた発言をしてしまうと、結局年収ではなくてその考え方が原因で振られてしまいます。それに気づかずやっぱり俺みたいな低年収は女性に相手にされないんだって被害妄想が激しくなってしまって、女は男を金でしか見てないって暴走してしまいます。その考え方を改善すればお見合い後デートできる関係に進展しますので、まずは低年収の自分と会ってくれた女性に感謝の気持ちを持ちましょう。そして年収が低くても毎日頑張っている自分をまずは褒めてあげてください。一生懸命働いている自分を否定し続けるのはあまりにもかわいそうです。褒めるのがもし難しいようでしたら、まず否定せず肯定することから始めてみましょう。意識的にやっていけば間違
違いなくひねくれた発言は減ることでしょう。低年収男性が結婚しにくい理由第2位、とにかく暗い。想像してほしいんですが、目の前に全く同じ容姿をしたふくよかな女性がいたとします。あなたはどちらの女性にいい印象を持ちますか？あなたが何を話してもニコニコ聞いてくれて、たくさん笑ってくれる明るい女性、あなたが何を話しても無表情でたまに愛想笑いしてくれる暗い女性。容姿、体型全く同じでも、こういった性格が違うだけでその人の印象は180度変わります。年収の低い男性も同じで、横並びになった時にあまり笑わず暗い表情をしている男性よりも、周りに気を使ってね、一緒にいる人が笑顔になれるような男性であれば、女性はそこに魅力を感じて結婚したいと思ってくれるようになります。人それぞれ男性に魅力を感じる部分は異なりますので、年収に異常なまでにこだわる女性もいれば、相手の年収にはあまりこだわらずに一緒にいて前向きになれる人や向上心のある人に魅力を感じるっていう女性もいます。まずは自分と一緒にいる人を暗い気持ちにさせないよう、笑顔を振りまいてみたり、覇気のある声で喋ったりと、小さいことから変える努力をしていきましょう。低年収男性が結婚しにくい理由第1位、プロフィール。結婚相談所では合う合わないっていう選択をプロフィールを見て行っていきます。そのため、あなたが低年収ならそれを上回る魅力をまずプロフィールで女性に伝えなきゃいけないんですね。ここをクリアしない限り、明るい性格になったとしても、卑屈さを改善したとしても、結婚しにくいっていう現状は変わりません。ここを十分理解している婚活カウンセラーさんであれば、必ずあなたのプロフィールを添削してくれますし、改善案の1つや2つは当然出してくれます。とにかくプロフィールを徹底的に作り込んで、会う前に年収以上の魅力を女性に伝える必要があります。どんな工夫をすればいいかっていうと、あなたが結婚したいと思う女性をまずはイメージしていきます。例えば、結婚し出産したら仕事を辞めて家のことを中心にしながらパート勤めしてくれるような女性が希望なのか、はたまた結婚後出産後も今の仕事を継続してあなたと同じぐらい稼いでくれる人を希望するのか、もしくは料理が苦手でほぼ家事もできないんだけど自分の倍以上稼いでくれるような女性と結婚したいのか、どんな女性との結婚をあなたが望んでいるかを明確にしていけば、プロフィールに書くべきことがより明確になっていきます。これはビジネスでいうターゲット設定にあたります。そしてそのターゲットに対してプロフィール上で、自分と結婚したらこんな未来が待ってるよってワクワクさせられるようなことを書けばバッチリです。そしてあなたが結婚したいと思っている女性がそのプロフィールを見た時に、これぞ自分が求めていた理想の結婚生活だって興味を持たせることができれば、実際に会うっていう部分も簡単にクリアできることでしょう。そのためプロフィールを念入りにチェックし、添削をしてくれるようなカウンセラーさんの下で婚活をされた方がいいということになります。中には添削もされず、チェックもされず、そのままパンとね崩壊するような相談所さんもあるようなんですが、これだと低年収の男性はお見合いを決めることが難しいのでおすすめできません。結婚相談所での婚活はプロフィールが命になります。ここをクリアしない限り結婚はできません。反対にクリアすれば、あとは人柄で勝負することできますので、結婚まで一気に近づくことができます。最後に年収を上げる方法をご紹介します。手っ取り早いのは、今している仕事に携わるものを副業にするっていう考え方です。例えば現在営業職についているんであれば、お客様とお話をする機会がありますよね。でそんな時、お客様から、息子が今の年まで独身で心配しているんだっていう相談をあなたが受けたとしましょう。であなたが例えば保険の営業をしているんだったら、さすがに出会いを提供することはできません。だからその出会いを提供している結婚相談所とか婚活パーティーへ送客してあげて、紹介料としていくらかもらえば、手元にすぐお金が入ってきますよね。これはいわゆる営業代行っていうもので、営業代行を生業にしている会社があるほどなので、需要は間違いなくあります。出会い以外にもお客様が悩んでいることや求めているものを聞き出して、でそれにぴったりな会社を探して紹介してあげれば、どんなものでも対応可能となります。今の仕事の中で副業が完結するのでコスパ抜群ですし、初期投資は一切不要なので、リスクもゼロと言えます。
現状に不満があっても自らの手でそれを変えられる力のある人は誰が見ても魅力的に見えます。青年収から脱却したいって考えてるんであれば副業視野に入れると良さそうです。そして青年収でもお見合いが決まるようになってくれば次のステップとして実際に会った後に女性から断られない工夫をする必要があります。過去動画では婚活女性があなたを断る理由トップ3を解説していますのでまだ見ていない方はこちらも合わせてチェックしてください。また今回の内容が試してみる価値ありそうだなって思った方はグッドボタンを、そうでもなかったなっていう方はバッドボタンで教えてください。さらに自分は低年収だったけど婚活して結婚できたよとかお見合いバンバン今決まってるよっていう方は他の方の励みになりますのでぜひコメントでそのコツを教えてください。すべてのコメントに返信させていただきます。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。